to the mountain top。ギャウ新平太だぜぜぜぜぜということで本日なんですけれども、はい、僕の撮影が結構久しぶりになりまして、はいはい、動画撮るのはちょっと遅くなってしまったんですが、うん、先日ラップスター誕生のですね、はい、スペシャルサイファーの方が今年はこの感じのサイファーだと。去年は審査員サイファーでね、それ今年もあんのかなと期待してましたが、今回はまあチャンピオンだけじゃないけど、まあラップスターで名を馳せた人たちによるサイファーで、ビーツがリル・ユキチ。これめちゃめちゃかっこいいサイファーでしたね。解説というか、まあ単純に見てここかっけえな的な感じになるのかな。見てみましょう。一番手が藤田イト。リル・ユキチ、ビーツ、またもそう。バクラなら中裏から来て目指す場所はいただき。はい、暗な路地裏から来て目指す場所はいただき、しっかりセルフサンプリングから入り、でクレヨンもラップスターで生まれた曲だもんね。そうですね。そんでマジバズったもんね。大入りは完璧なんじゃないですか。一番手フジタイトっていうのも超熱いし、優勝してないけれども、優勝してない中で去年のラップスターってマジでいっぱい優勝者以外も輝いてるところがすごいね。ファイバールイもそうだし、スカイもそうだし、なるほどなるほど、入り完璧って感じじゃないですかこれ。 Yeahリル・ユキチ、ビーツ、またもそう。バクラなら地裏から来て目指す場所はいただき、チャリを押しても進まない風の中、イニシャル D バイツ。チャリを押しても進まない風の中、イニシャル D。 群馬の出身なんだっけ。そうですそうです。イニシャル D っていう漫画の聖地というか舞台ですよね。世界です。あの辺が地元なんだ。あの辺なんだね。すごいとこから出てきてるよ。でもチャリを押しても進まない風の中。これはまあ隠語かな。そこから来たイニシャル D。これは地元もレップしてていいですね。目指す場所はいただき、チャリを押しても進まない風の中、イニシャル D by the rap star。優勝してる感じや feel like が積み上げさせたパワーワン。毎週ラップスター優勝してる感じ。これはもう300万毎週入ってきちゃってる感じですよっていう。そこから I feel like a Nika、 積み上げた札束はワンピース。これはニカってワンピースの人。そうですね。ルフィが食べた実が実は人々の実、モデルニカっていう感じでニカですね。って感じでニカですって言われてもわかんないんですけど、ね、ワンピースネタなんですね。まあイニシャル D から漫画ネタ、アニメネタをぶち込んできて、毎月300万は余裕で入ってくると。夢ありますね。ラッパーズドリームですよね。知ってる感じや feel like 目が積み上げた札束パワーワンピース。まだ足りないものがある。 Tell me 大東京、限界突破以外特にない、忘れない東京。俺はライマーなんでここ超好きですね。がある、 Tell me 大東京、まだ足りないものがある。 Tell me 大東京、限界突破以外特にない、忘れない東京。限界突破以外特にないは先輩特許。この踏み方、大東京と先輩特許は初めて聞いたな。しかも限界突破、先輩特許、ちょっと踏み外してんだけど、それが入ってることによって俺には心地いい。がある、 Tell me 大東京、限界突破以外特にないは先輩特許。ガヤの人間が何を要素、今生きてる伝説の生放送、直接旅味方がり、こっちがバキラ買い物、富士大東。このリル・ユキチのビートやばいよね。同じエナジーというかバイブスを引っ張りながら、一人一人のラッパーでビートとか雰囲気を変えていくけど、ガラッと変わってる感じなんだけど、ちゃんと前の曲からのつながりになってる。 DJ ミックスみたいなのを一曲でやってるっていう雰囲気なのかな。すごいですよね。ビートが超かっこいいんだよ。リル・ユキチほんまあかん。そして次がレオン。これがロマンティモン、ショーフィーメガダノイズ、横切んのは決まったプロ、手がフリとかいたのはトイズならまとめてかかってこい、ほら力をまとったボイス、運命はね自分でチョイス。ショーフィーメガダノイズ、横切んのは決まったプロ、手がフリとかいたのはトイズならまとめてかかってこい、ほら力をまとったボイス、運命はね自分でチョイス。声とフローで単調なライムでも印象を残すというか、てか無理とか言ったのがドイツならまとめてかかってこい、ならまとめてかかってこい、ほら力をまとったボイス、運命はね自分でチョイス、ほら力をまとったボイス、運命はね自分でチョイス。ライムで言ったらもうほんと初めてすぐの人でも踏めるライムなんだけど、歌い方と声フローでしっかり文章を成立させて記憶に残すっていう感じなのかな。ほんとラップがうまいって感じですよね。ならまとめてかかってこい、ほら力をまとったボイス、運命はね自分で
チョイス。もう日付が変わったポイスを今はポイする無駄な問いとか正直くどいから。いいですね。もう日付が変わったポイスを今はポイする無駄な問いとか正直くどいから。でそのままチョイスボイスからの簡単なライムだったのをクローとこうビートのパターンを合わせて細かく刻んでってスキルを見せるというシンプルなのに難しいっていう一番こうスキルが問われるやり方っすよね。だから自分のスキルに絶対の自信を持ってる感じを感じるな。だからこの太いベース鳴らして良いドップ取ってこい、そんだけ取ってこい、いろいろノイズでも熱い思いなら消えちゃいないから生きれちゃない、まだ太ってたいからなんかもフライコリ自由実際で出そうじゃない、right?おかげさまのチェーン見てみる。そして今の時代のすごいシンプルなスキルっていう感じをレオンが見せた後、エイデン来ましたね。去年のチャンピオン、やっぱこう入ってきた瞬間に持っていく雰囲気があるんだよな。エイデンはだからなんかもフライコリ自由実際で出そうじゃない、right?おかげさまのチェーン見てみろよ、わかるよね。帰り最高ですもんね。おかげさまのチェーン見てみろよ、わかるよねと。わかりやすくブリンブリンをぶら下げてると。おかげさまのチェーンです、わかるでしょと。優勝するとこんな感じですから、優勝した方が良くないみたいな。エイデンのキャラはもう本当最高にいいよね。実際で出すんじゃないよ、おかげさまのチェーン見てみろよ、わかるよね。あとはビリオゲー、目指すとこはビリオね。あとはミリオケ、目指すとこはビリオね。ライムも超気持ちいいんですけど、アミリってなんだっけ、聞いた気がするんだけど。服のブランドっすね。服のブランドだっけ、前もやった、前も一回触れてます。実は触れてますか。どんな服のブランドなんですか。ポップスモークが流行らせたと言っても過言ではないと思うんですけど、おうおうおう、まあスキニーにダメージが入ってる、うん、よくアメリカのラッパーが履いてるっていう思われるデニムはアミリで大体間違いないと思います。なるほど、アミリのデニムを履いてればいけてると。相場はいくらぐらいなんですか。まあ、14-15万ぐらいは、ね、14-15万ね。ジーンズに14-15万出すかと、ラップスター出すぞと。あとアミリをゲットってことですね。あと多分、うん、ビリオネアも多分 BBC、うん、なるほど、ビリオネアボーイズクラブかけてんちゃうかなって。ちょっと億万長者の意味のビリオネアですけども、まあ、ビリオネアボーイズクラブもかけてるのかもねと、まあ、洋服なラインってことだよね、うん、チェーンから、まあ、アミリをゲットしてビリオネアになるっていう、こう、まあ、見た目もこんだけ変わったんだぜ俺っていうライン、大事なことですからね。かるよね、あとはビリオゲー、目指すとこはビリオね。あとは装備じゃねえ、俺はさらに塗り替え、ずっと Do it the best、 PBS トップに乗せ。ライムも難しくないけどシンプルでかっこいい。 BBS もブランド、 BBS がこれも一回やんなかったかな。これはねなんかねやった気がする。おさらいですね。おさらいですね。ダイヤモンドのランクのこと、ね、ダイヤモンドのあれか、誰が言ってたんだっけ。ワトソン、あ、ワトソンかもしれない。ワトソンの時にやったか。追加アイスは BBS、 あ、言ってた。それかチョコミントかストロベリー。こうやってちょっとずつ覚えていくというね。トップに乗せるなんで、このペンダントトップっていうんですかに BBS のダイヤモンドを乗っけるぞと。それが次の夢だと。俺のプレイはこれのゲーム、乗りこなさなきゃオーバー。俺の脳にノーはねえ、またかますのがソーバー。ナイスパンチライン。これはプレイヤー、これはゲーム、乗りこなさなきゃオーバー。プレイヤーですからね、ゲームは乗りこなしてなんぼ。そして乗りこなさなきゃオーバー、俺の脳にノーはねまたかますのが相場。俺の脳にノーはねまたかますのが相場。またかませなかったらゲームオーバーしちゃいますからね。プレイヤーっていうのはそういうもんなんで、これはシンプルに深いラインだな。俺はゲーム乗りこなさなきゃオーバー、俺の脳にノーはねまたかますのが相場。俺の次は誰が王者、いいよなった方が。俺は次の場所に到達、周りには今日だ。はい、俺の次は誰が王者、いいよなった方が。ここ一番エイデンっぽいラインで好きですね。俺の次は誰が王者、いいよなった方が、そりゃなった方がいいよね、俺見りゃわかるでしょみたいな。全身でスワックしてますから、どうなった方がいいよっていう、このパンチラインはエイデンっぽいな。俺は次の場所へ到達、周りには兄弟。そして次にマイクをパスするのは誰。ラルフ、ラップスター、同世代じゃなくてよかったな。来ました、ラルフ。わお、ラップスター同世代じゃなくてよかったな。はい、鬼パンチラインから入ります。ラルフはほんとパンチラインあるからな。ラップスター同世代じゃなくてよかったな。ラルフは何人目のチャンピオン。前々回のチャンピオンですね。前々回のチャンピオンはラルフなんだ。チャンピオンが言うのはこのラインはずっとかっこいい。同世代じゃなくてよかったな。ノーフレックスマン、メアマッカー、バンティハンター、興味ない王座。ノーフレックスマン、メアマッカー、バンティハンター、興味ない王座。チャンピオンがそう言うというね。ノーフレックスマン、俺は自分でかく見せない、メアマッカーで、バンティハンター、賞金稼ぎなんだ。王様だけが偉いわけじゃないじゃないですか。どっちがかっこいいと思うかは自分のチョイス。俺はバウンティーハンター、賞金稼ぎ、興味ない王座。それを王様になってるラルフが言うからかっこいいというね。同世代じゃなくてよかったな。ノープレスマン、メアマッカー、バウンティーハンター、興味ない王座。
ち手汗ではない、愛民答えは一つじゃない、ちゃんと言ってんのが優しいですね。興味ないオート、でもこれはアンチテーゼ、別に批判をしてる否定をしてるわけじゃない、 I mean 答えは一つじゃない、その通りですね。王様になろうが賞金稼ぎになろうが自分の信じた道を行けばいいんじゃないですか。愛は一つじゃない、気づない奴には神秘ないラップで踊らすアルコールみたいな、しょもねこれで満たされたプール飛び込んでく、凍る俺らく指加えてみるだけじゃルーズキルムーブノックルーでも十分、準備と訓練で運命を支配して明石くレコード2枚使い、はい、俺はこの準備と訓練で運命を支配して明石くレコード2枚使い、ここ鬼かっこよくないですか。すごいね、この前の早口のところかっこよかったんだけど、このラルフのバースはすごい大切なことをキックしてる。多分16小節ないじゃんこれ、みんなこの短い中で準備と訓練で運命を支配してアカシックレコード2枚使い、まあ、何よりも大事なのは準備と訓練じゃないですか。それをしておけば運命を支配できるぞ。でアカシックレコード、宇宙に描かれている万物の記録、全てこれから起こること、今まで起きたことが書かれていると言われているアカシックレコード、アカシックレコード2枚使いは鬼パンチラインだよね。これ今まで聞いたことないし、これひらめいた時ラルフぶち上がったろうね。アカシックレコード2枚使いやばいみたいな、絶対上がるよね。この最後の中で一番パンチラインだな。準備と訓練で運命を支配してアカシックレコード2枚使い、完璧。これはもうラッパーがうなるっていう感じだろうな。準備と訓練で運命を支配してアカシックレコード2枚使い、本当の意味で次元が違うなら未来は俺だけの中に鬼は変わるから。ラルフやっぱパンチラインと貫禄全員ありますけど群を抜いてるなと。でここからウィリーウォンカ、ウィリーウォンカ、バルサのパリスから東京Feel like I got a ultra, 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 ultra. バス聞き息をするようにスムーズに。このビートの変え方エグくない？ここが一番おーってなるよね。上ネタのこの雰囲気をそのまま引っ張って、もろトラップとかさ、ドリルとかそういう雰囲気のところから超ブームバップに持ってくるわけじゃん。ティルユキちゃん感はすごいよ。バス聞き息をするようにスムーズに、自分自身を信じ成功だけ目指し、大阪シティ巨大とパパ and マミ、愛してる everybody、 未だに I'm a baby、 おしゃぶりゴールレネジャガリコ、グリーン車に乗り稼ぎに東京、ベビーおしゃぶり代わりにチャガリコ、クリーン車に乗り稼ぎに東京、高っぽいラインですね。あんまベイビー、俺は未だにベイビーだ。おしゃぶり代わりにじゃがりこ食ってるぜ。そしてグリーン車に乗って東京に稼ぎに来てると。王冠がないよ、ただいま登場、鼻水坊や AKA I'm a big one。 確かにね、王冠優勝はしてないですけど、そだってコーラも優勝してないし、ラップスターも優勝してないけど、ラッパーとしては誰よりも成功してると言っても過言ではないじゃないですか。王冠がないをただいま登場、しかも自分鼻水坊や AK アムビーボン、王冠がない、もう優勝はしてなくても王様にはなれるんだぜという、まあ、自分を信じ自分の成功をイメージすることがその鍵だと。みんな教えをドロップしてて素晴らしいですね。後半になればなるほどなんか必要な教えをドロップしてるな。そして最後がイエローバックス、ウェルカムバックイエローバックスですね。おかえり。おかがら会う、ただ今到着。鼻水ぼや AKA I'm a beautiful。空気持ってきますよね。マイクリレーの最後って半端じゃない重圧じゃないですか。しかもこのトップランナーばっかりを集めた、でも一気に自分の空気にしてしまう、さすがイエローバックス。もう役者がちょっと1枚2枚違う感じが雰囲気と絵面で伝わるな。シンプルに話せばシンプルになる、でも深刻に話せば深刻になる。そしてどう捉えるかは相手次第で、どうあるべきなのかは自分次第、どう捉えるかが相手次第でどうあるべきかなのかは自分次第。もうすごい格言だよね。これからの世の中さ、ラップがこれからのことわざとかさ、格言になっていくんじゃないのかな。今あることわざとかだってさ、昔誰かがキックしたバースなのかは分かんないけどさ石の上にも3年だねとか誰かが言って、それ熱いみたいになってさ、いや石の上にも3年って言ってねみたいに、犬も歩けば棒に当たるねみたいなさ、要はパンチラインなわけで、読み人知らずですけど、これとかさ、どう捉えるかが相手次第でどうあるべきかなのかは自分次第、シンプルに話せばシンプルになる、でも深刻に話せば深刻になるとかさ、100年200年後の人がもしかしたら使ってるかもしれない、ラッパーことわざ辞典みたいな。この間のレッドブルの螺旋かな、エイウィッチもこう、成功の反対は何もしないことみたいな、それとかもうめちゃパンチラインじゃん。そういう時代が来るんじゃないのかなって。今冒頭のシンプルに話せばシンプルになる、でも深刻に話せば深刻になる、当たり前なんだけど、でもそれをどう捉えるかは相手次第で、どうあるべきかなのかは自分次第。シンプルに格言だなと思います。教えも含まれていてパンチラインだな。いや2023まだしてねえな、3倍300も3振り変わるぞ、まあ
2023まだしてねえな参拝。300も3億に変わるぞ案外。これはイエローバックスにしか言えない。3億に変えたっぽいっすもんね。300万3億に変わるゲームそうないよ。100倍プッシュだからね。そんな投資なかなかないですからね。2023まだしてねえな参拝。300も3億に変わるぞ案外。 Fuck the pop star and fuck the rock star。 ここで見たいのはわかんだろう。 What's up ラプスター。バックロックスター、ここで見たいのはカンダロバツァラプスター。締め完璧。これはもうマイクリレーの最後の仕事を完璧にこなしてますね、イエローバックス。いや本当前線にいなきゃいけない人ですよね今や。いや素晴らしい。はい、ということでラップスター誕生スペシャルサイファー見させてもらいました。ラップスターはもういちいち全部クオリティ高くて見てて楽しいね。本当に映像のいい企画だよね。めっちゃいいし、どうするこれ。だから先ちょっと楽しみだもんね。生きててなんかこう、ね、ワールドベースボールクラシックが楽しみな人もいるだろうし、いろんなことが楽しみな人いると思うんですけど、俺はちょっとラップスター楽しみだな。しかもこうみんなと同じタイミングでしか楽しめないっていうのがまた激アツいんですよね俺にとって。はい、ということでラップスターこれからなんだ10人が次は8人にしてもらう、まあ、この動画が上がるのがいつなのかって問題なんですけど、ラップスターもこれも見てるので皆さんも一緒に楽しみましょう。こんな楽しめるこうスターが生まれていくデイワンを見れることなんてめったにないからさ。だってラップスター見ててバックス応援してたやつ今ぶち上がるじゃん。時から見てたんだよ俺みたいな。そういうのってね人生にもあまりある経験じゃないんで。俺もエミネムデビューした時も感慨深く大ファンになれるチャンスだと思うのでね、ラップスターみんな見たら楽しいと思います。ってな感じでシンペタでした。ピース。東村山に夕日が沈む。あなたを思い浮かべる。あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。